ポップアート、ポップアート、ポップアートは、現代美術の芸術運動の一つで、大量生産、大量消費社会をテーマとして表現する。雑誌や広告、漫画、報道写真などを素材として扱う。1950年代半ばのイギリスで、アメリカ大衆文化の影響のもとに誕生したが、1960年代にアメリカ合衆国で、ロイリキテンスタインや、 アンディウォーホルなどのスター作家が現れ全盛期を迎え、世界的に影響を与えた。第二次世界大戦後の先進国では、誰もが毎日、大量生産の製品に囲まれ、それらを消費し、テレビや雑誌で、その広告にさらされる生活を送っている。ポップアートの運動の中には、これら下世話な製品やサブカルチャー、生活様式を批判する意図を込めたものもあれば、 むしろ自分たちを取り巻く大量生産、大量消費社会の風景を山や海や農村に変わる新しい風景と捉え、親しみ深い風景の一部である商品や広告を淡々とあるいは美しく風景画に描こうとするものもあった。最初にポップアートが盛んになったのはイギリス、特にロンドンであった。エドゥアルド・パウロッツは戦後間もなく米軍兵士らと共に持ち込まれた。 アメリカの雑誌の切り抜きでコラージュを作り、すでにポップアートの始まりとなる作品を作っていた。1952年からロンドンの ICA というギャラリーでパオロッツイラ若い美術家やローレンス・アロウェイなど評論家が集まり、インディペンデントグループというグループを組んで芸術と中文化の関わりの研究を続けていた。第二次世界大戦後の疲弊したイギリスに、 豊かなアメリカから急速に浸透し、若者を夢中にさせていた広告や、SF や、漫画や大衆音楽などのアメリカ大衆文化にする、皮肉で、客観的な目もあったが、これらを敵とするよりはむしろ現代を見直す新しい、素材を提供するものとして、どんどん活用しようという発想もあった。ポップアートという言葉の誕生は、この研究のさなか、 ローレンス・アロウェイが1956年に商業デザインなどを指してポピュラーなアートという意味で使用した時である。同年、この成果をもとにロンドンでこれがスダ展が開催された。ここで発表されたリチャード・ハミルトンの作品、一体何が今日の過程をこれほどに変え魅力あるものにしているのかは雑誌や 広告の魅力的な商品やゴージャスなモデル写真を切り張りしたコラージュでポップアートの先駆的作品と言われている。特にボディビルダーの男性が持つロリポップキャンディーの包み紙のポップの文字が強い印象を与えた。ハミルトンは翌年、この展覧会を振り返ってポップ、大衆文化を次のようなものだとした。イギリスのポップアートは1961年。 デイビッド・ホック・ニーラ多くの若い美術家が出展したヤングコンテンポラリーズ展で前世を迎えた。実際にポップアートが盛んになったのはポップの元となる商品や大衆文化の発信地、1960年代のアメリカ、特にニューヨークである。戦後のイギリス人にとっては戦後の日本人と同じくアメリカの格好いい商品や大衆文化は眩しいものだったが、 アメリカ人にとっては、どこにでも売っている、ただの日用品で、日常風景の一部でり、むしろ格好悪いものであった。ただ当初はそれを美術に、直接使うことは、アメリカの芸術の前衛にあったモダニズムの立場や、保守的な慣習から思わぬ強い反発を受けた。ニューヨークでは1950年代、イライ・ジャクソン・ポロックラに代表される、抽象表現主義が前世を極めており、 人間より大きなキャンバスに色彩を展開させ、始めも終わりもない抽象的な色面で全面を覆う、オールオーバーな絵画が主流を占めていた。批評家、クレメント・グリーン・バーグラに主導され、より平面的で、より壮大で崇高な絵画を目指した彼ら、抽象表現主義の人々は、モダニズムを信奉する立場であり、グッドデザインを規範とし、大衆文化を、 芸術の前進する方向とは逆らう、キッチュ、ドイゴノバーキチェン、低俗化するが語源として知りけていた。これに対し、1950年代以末に、ロバート・ラウシェンバーグや、ジャスパー・ジョーンズらが、廃物や、既製品のガラクタなど現実から持ってきた物体を絵に、貼り付けたり、標的や、数字や、正常期の図柄など、およそ絵にはならない、ありふれたイメージを描き始め、 モダニズムの好む、グッドデザインに反するような行動を始めた。彼らのようなアメリカのポップアートの作家は、しばらくの間は、ネオダダとも呼ばれていた。ポップアートにはその辺にある既製品をそのまま使用して、芸術とする、レディメイドの手法など、ダダイズムや反芸術が強く影響していたからである。寄生品や寄生のイメージを使った彼らネオダダは、抽象表現主義に取り組んでいたアーティストや、 中小表現趣味に飽き始めていた観客らに衝撃、与えた。その後、1960年代に入り、アメリカのポップアートの代表格とも言える、ロイリキテンスタインと商業デザイナーだったアンディ・ウォーホルの二人が、コミックスの拡大模写によって世に出た。大量に印刷され、絵柄も似たり、よったりの漫画は、 既成のイメージの中でも最もキッチュで悪趣味なものではあるが単純で力強い線などが魅力的であり、グッドデザインを粉砕する威力があった。アンディ・ウォーホルはその後、キャンベル・スープの缶、ブリロ、洗剤の箱、マリリン・モンローなど女優や有名人の写真など至るところにあるイメージを用いた版画を大量生産した。1961年に渡米していた。 ローレンス・アロウェイがアメリカにポップアートという派を紹介し、これらの傾向の呼び名になった。ポップアートは映画や漫画などの大衆文化同様、観客の心を一瞬でつかむ強い魅力的なイメージを持っているので、わかりやすく、しかもアメリカの大量生産品や大衆文化をテーマにしているため、アメリカの豊かさを賛美する魅力的な芸術として歓迎された。逆にここから、 アメリカの大量生産品や大衆文化の悪趣味さや、商品を大量に消費し豊かになってもなお逃げられない、死の影を乱す者いた。ウォーホルとリキテンスタインらポップアートの作家たちは、カウンターカルチャーの時代における、大衆絵画作家としても成功した。大衆文化の多くはマーケティングにより、顧客を調査し、大量に販売し、使い捨てられることが常だったが、大衆。 特に若者の側も工業製品的な音楽やイラストばかりでなく多少異びでもアーティストと呼べるものが作った個性的な作品による知的刺激や現状への意義申し立てを求めていた。ポップアートも商品やメディアに囲まれて育った世代の若者の原風景でアスターや商品を魅力的に描いて若者に刺激を与えその版画作品は熱狂的に受け入れられた。 ポップアートの熱狂は1960年代以末になると、クールで静筆なミニマルアートや、大地いっぱいに作品を作り売買を拒否するような、アースワークに押され、美術の世界から急速に冷める。大衆文化も、異議申し立てを行う、若者向けのカウンターカルチャーは、再び巨大産業の消費システムに取り込まれ、その先は、フォークロア、ヒッピー。 ドラッグという現実逃避の方向に流れた。ポップアートの末期はドラッグによる幻覚を表現したピーター・マックスらのサイケデリックアートへと変質したが、これらはむしろ商業デザインとして大量消費されてしまう皮肉な結果となった。広告美術はポップアートの最初の継承者となった。特にポップアートが示した商品や大衆文化のイコンをもとに刺激的な 作品を作るという発想は、広告美術を単に大衆に迎合し商品の情報を提供て消費を煽るだけのものから、商品を記号化し、新しいビジュアルイメージを構築し、大衆の視覚文化をリードするものに変えた。広告には、優れた写真家やイラストレーター、美術家が起用され、純粋芸術の要素を取り入れた個性的で新鮮で洗練された広告美術が登場し、 大衆文化の一部として受け入れられた。今日に至るまで商品や広告のイメージは洗練される一方、広告による大量消費の呼びかけは日常生活を完全に侵食してしまっている。純粋芸術と大衆文化の間の壁がますます失われるにつれ、大衆的なイメージや大量生産商品を用いた美術はすでに当たり前のようになっている。 例えば1980年代のニューヨークで大衆文化からの盗用を積極的に推し進めたシミュレーショニズムは純粋芸術の崩壊と資本主義の高度化に対してポップアートをさらに過激にしたようなものった。またソ連時代の1960年代からロシアで密かに制作されていたありふれた公式美術の社会主義リアリズムを流用しながら ソ連体制やロシア社会を批判した作品群はソ連末期以後公開されるようになりポップアートをもじってソッツアートと呼ばれていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。